小さくつぶやいた。誰もいない部屋で一人。朝が来たよ、土砂降りの朝が。私のネジを誰か巻いて。昔のアニメにそんなのいたっけな。羨ましいな、みんなに愛されて。バカなこと言ってないで、支度をしなくちゃ。涙の跡を隠すため、もう口癖になった。毎回昨日の言葉でふと頭をよぎる。もう君には全然期待してないから。そりゃあ私だってすぐに期待なんかしてないけれど、あれは一体どういうつもりですか。喉も止まれかかったことだ。口をついてたのは嘘。どうして今日も私は貴重な言葉を浪費して生きていく。なぜ隠してしまうのですか。笑われるのが怖いのですか。誰にも会いたくないのですか。それ本当ですか。何も言うなのに汚れて、息もできないほど苦しいの。少し声が聞きたくなりました。本当に弱いね。に進まない自宅の途中、朦朧とした頭で思うも、理由をつけて休んでしまおうかな。いやいや分かってますって、なんとなく言っていただけだよ。分かってるから怒らないでよ。幸せだろうと不幸せだろうと、平等に残酷に朝には昇る。私にこれ以上何を望むというの。なぜ禁じてしまうのですか。本当は愛されたいのですか。その手を離したのは誰ですか。気が付いてますか。人生にタイムカードがあるなら、終わりの時間は何時なんだろう。私が生きた分の給料は誰が払うんですか。絶対に笑えたりしないから、感じてみませんか。口を開かなければわからない。思ってるだけでは伝わらない。なんかね。